それではカズキングさんにインタビューしていきたいと思います。まず明日戦うコメオ選手なんですけど、はい、コメオさんの印象ってどんな感じですか？僕の中では、第4回からオーディションというものを多分ブレイキングダウンさんに導入してきたと思うんですけど、まあ、そこで一番に狙ってずっとここまで多分、主役で急に引っ張ってきた選手だと思うので、めちゃめちゃ努力してるし、花のある選手だなっていう印象ですよね。あ、コメオさんも結構リスペクトなさってはいる。そうですね、僕はあの人はもうずっと多分努力しながらたんだろうなっていうのが分かるんです。カズキングさんはブレイキングダウンに応募してたんですか？そうです、ずっと応募してて。いつからしてたんですか？いやもう3回ぐらい見て、はい、4回も応募してみたいな。そしたら4回でオーディションとかやったんで、はい、また5、6ってずっと諦めてました。あ、そうだった。応募してました。え、じゃあ今回決まってどう思いました？そうですね、あの決まった瞬間はなし信じられなかったですね。時間なかったとかいいね。正直まだ戦うまでは多分実感ないっていうぐらいちょっと思ってました。はいはい、確かに、はい、それこそ試合の経験とかってありますか？はい、は自分地下格闘技とかで、はい、試合してて、はい、マスラオっていう大会があったりとか、はい、あとは今だと喧嘩バトルロワイヤルの方でちょっと 2、3 試合ちょっとさせてもらったり、はい、じゃあ最近も試合をなさってるんですね？そうですね、はい、試合してます。じゃあそのブレイキングダウンで緊張するとかっていうのはあんまり？いや、もう僕はどの試合でも緊張するんです。あ、緊張するんですね。はい、多分緊張すると思います。今も多分緊張してるんです。あ、そう、はい、全然わかんないです。いや、なんかいきなりね、コメオさんに選ばれてたんですけど、あの時どうでした？はい、あ、なんか素直にえって感じですよ。ですよね。え、本当かなっていうちょっとあって、はい、元々富澤さんのところで。そうです、富澤選手の対戦相手を候補に入れてもらってて、で、ね、はい、でスパーリングしたんですけど、うん、ね、あの僕はそこで落ちされてしまったので、はい、だからこう、まあ、ラッキーな、まあ、敗者復活じゃないですけど。そうですね、まあ、そこに関しては、うん、やっぱ自分の気持ちとか、うん、そのスパーリングを見てた小室さんに選んでもらう気持ちを買ってもらった部分があると思うので、そこはもうすごいリスペクト、感謝もあります、ね、なるほど、はい、だからそうだったんですね、はい。明日の試合の意気込みがあればお願いします。はいはい、まあ、リスペクトを持って、まあ、小室さんを、まあ、ぶっ倒そうと思ってますし、まあ、全てをかっさらう気持ちで、はい、全てをかけて戦いに行くので、あの応援をお願いします。はい、もし勝ったら何したいですか？勝ったら何したいですかね、はい、普通に多分純粋に喜びたいし、まあ応援してきてくれた、はい、人たちとか仲間たちにちゃんと報告をしたいです。そうですね、はい、ありがとうございます。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。はい、はい、まあブレイキングダウン初出場ですけど、皆さんの期待を裏切らないような戦いをしようと思ってますんで、はい、応援お願いします。ブレイキングダウン9は喧嘩道のほかザナ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。